市民連合山口次郎、尻滅裂すぎて笑いものに、韓国が反日だというのは妄想。本日、韓国のハンギョレ新聞に市民連合山口次郎さんが寄稿した記事が掲載されました。簡単に内容をご紹介いたしますと、韓国の三一運動100年に対して、日本国内ではこの機会に日本に対する敵意が盛り上がるのではないかという。 根拠のないい憶測が広が広っている。ただ、日本に反発する運動という位置づけで、共振心を煽ることは政治的な宣伝ということができる。最近は新聞やテレビのニュースで、反日という言葉が使われるようになったが、ある国が丸ごと日本を敵視しているなどというのは妄想である。個人レベルの交流について、私は日韓関係の将来を楽観的に考えている。 祖父や曽祖,祖父世代の日本人がアジア諸国を攻撃したり、植民地支配を行ったりしたことについて、今の世代には責任がないという議論が日本にはある。しかし、これは個別化の行き過ぎである。前の世代が放置した負債についても相続し、それを償うことが我々の責任となる。我々は過去の日本人が行ったことから無縁ではありえないのである。 今の日本で愛国を声高に叫ぶ政治家は自分の言葉や文化を奪われた隣国民の経験について思いをいたさなければならないとなっておりましてこちら韓国は反日ではないと言ったそのそばから日本は全部悪いと主張されてるんですけども この一つの記事でいきなりですね、このダブルスタンダードというか、私利滅裂というか、もう全く理解できないような主張をされてしまっておりますが、そもそも日本の大東亜戦争での行為については、すでに日本政府が何度もですね、公式に謝罪を行ったり、賠償をしているわけでございます。 もうそれで問題は完全に解決されておりますので、今の日本には何の責任もございません。市民連合には、山口次郎さんには、こういった意味不明な主張を韓国で行わないようにしていただき、これ以上、韓国人の皆様が日本に対して、 誤解をするような主張を韓国メディアで繰り返さないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました